理論を学べるというところでは、あんまりこうフィールドワークのみで学ぶことがないっていうよりも、しっかり学んでそれでまあ地域と両輪にまあ進んでいけるっていうところが非常によく、この大学入ってよかったなというふうには思います。地域経営学部が当時日本初だったので、そこに非常に惹かれたというところが始まりでした。私宮城県出身で、県内では地方の方ではやっぱり衰退している部分もありますし、震災の津波がありまして、復興といいますか、そういったところも含めて地域経営ってことをやってみたいなというふうに感じましたので、その、まあ、名前がついているというところも含めて興味を持ちました。私が高校生の時に、尺八を吹いて、まあ、習っていて吹いていたんですけども、礼装として紋付きの、まあ、着物を着るものですから、それが始まりだったんです。全く知らない人だけれども、着物着てるから、まあ、声かけてくれるみたいなところはやはりある、ように感じてまして、それは非常に良かったところですね。現在 の、ま、そのマーケティングでは、顧客主導の、ところから考えるということが潮流になっていますので、地域の社会課題を解決する、ビジネスを考えて、それからですね、都市部にだんだんこう、上がっていくようなビジネスが考えられないのかなというふうには感じております。社会課題を解決する中で、新たなビジネスを、創造していきたいなというふうには、来年1年では難しいかもしれませんけれども、今後の人生でもぜひ考えていきたいなというふうに考えています。